ました安曇野市議会議員三宅裕平の選挙フェスに当てられて僕が選挙に落ちた直後に当選した人です。現市議会議員増田豪三郎。豪三郎、皆さんこんにちは。すごい人です。僕は東京13年前に離れ長野県安曇野市に移住しました。今ゲストハウス地球宿と農業アイガモ農法でお米作ってます。3年前 YouTube の動画を見て陽平がこんな風に言いました。俺の思いをしっかりと受け止めて地域で必ず立つやつが出てくる。俺は自分が言われてると思った。そしてその1ヶ月後に安曇野市議選に出て安曇野でも仲間たちが選挙フェスをやってくれて、そして俺は安曇野市議会議員になりました。陽平の思いがこの東京だけじゃなくて地方に地方に地方に息づいてます、芽生えてます。この中にもきっと立ち上がるやつが出てくると思います。東京も変わるし地方も変わっていきます。ぜひ選挙に行って、そして次の地方選にも出ようぜ。もう一人、マスターボーザブロン、福岡県糸島市議会議員藤井義弘です。三宅陽平さんへの応援の思いを込めて一つ詩を読みます。この国のエネルギーの中核、それは原子力エネルギーという名の核。僕らが望むのは半核だけど、ただそれだけでは三角代替エネルギーの計画、見えるよだいぶ。この社会の構造の変革、青森県六ヶ所村にある核施設はもうすぐ稼働が本格。そこで生み出されるプルトニウムの危険性は高く、事故が起きないというのは厳格。それは海や空のすぐ近く、人や環境に影響があるのは明確。僕らが望むのは半角だけど、ただそれだけでは三角。明るい未来の計画、一人一人の意識の変革。イラクでも青森でも流しは赤く、その操作は全てが遠隔。そのためになくしてしまった感覚、どこかに置き忘れてしまった品格。田んぼでお米を収穫すれば必ず体に汗をかく。それは大切なものを嗅ぎ分ける嗅覚、そして自然を感じる力を磨く。僕は今こうして詩を書く、それが自分にできることだと自覚。夢はでっかく、志高く、気持ちは若く、心温かく。僕らが望むのは半角だけど、ただそれだけでは三角。目指すべき社会の計画、一人一人の意識の変革、一人一人の意識の変革。三宅陽平。